カッチューモが共生した、正常な状態のサンゴと発火した、サンゴカッチューモ、英語で、ゾキサンテライトは、海産無脊椎動物と細胞内共生する、ウズベンモウソウ類の単細胞藻類の総称である。具体的な属としては、シンボデニウム SPP やアンフィデニウム SPP、ギムノジニウム SPP などが知られている。熱帯、亜熱帯に生息する。 海産無脊椎動物の細胞内に共生している。代表的な宿主として、クラゲ、シャコガイ、イソギンチャク、増サンゴが挙げられる。大きさは約10マイクロメートル。木や類は褐色をしている。共生状態では休憩をしているが、宿主から単離した場合、卵形に変化し弁毛を用いて泳ぐことが確認されている。光合成を行い、 余剰の生産物を宿主に渡すと考えられている。すべての増殖産後は、かチちゅを強制させている。他に、クラゲ類では、ネクチクラゲ類の逆サ,サクラゲや、タコクラゲ、イソギンチャク類の一部、シャコガイ類は、外頭膜に、強制もを持ち、普段は殻を広げて、外頭膜を外に向けて広げる。悠球青以外は二枚外の殻が前後に平らになり、殻を半ば砂に埋め。 殻の平らになった面を明るいところに向けている。ウミウシにもごく一部にカッチュームを持つものがある。無鳥動物にもカッチュームを強制させるものがあり、明るいところへ光合成をしに集まることで有名である。原生動物の有効虫にもカッチュームを持つものがある。浮遊性のグロビゲリナや、低材性の星砂や、ゼニーシなどがそうである。増は、 カッチューモからの光合成産物、または自らの触手で動物プランクトンを捕食することで栄養を摂取している。カッチューモの光合成が宿主の栄養供給にどれだけ貢献しているかの見積もりは研究報告によって異なっている。増殖産後が生態系の中で生産者であるか消費者であるかは長い間議論の的となっている。最近は 生産者と考えられる傾向が強い。また、カッチューモは、ンゴ体内で増殖するが、その密度はほぼ一定である。これは宿主であるサンゴが、カッチューモを体外に放出することで調整していると考えられている。体外に放出されたカッチューモは、ンゴ症の動物の餌となる、あるいは他の海産無脊椎動物に取り込まれると考えられている。 サンゴの骨格形成がカッチューモの光合成によって促進されると言われている。しかしながら具体的な機構については明らかでない。その他のカッチューモと共生する動物についても石灰質の殻や骨格の形成が促進されるとの報告がなされている。カッチューモの側ではサンゴの代謝産物である二酸化炭素やアンモニアを 光合成の気質として利用する。近年、話題に上ることが多い、サンゴの発火とは、カッチューモが、縮主の体外に排出される、あるいはカッチューモの持つ、クロロフィル量が減少することによって、サンゴの強肉部が無色化し、その骨格が透けて、見えるようになる現象のことである。長期間、高み水温が続くことで起きると考えられている。 また胸肉部の衰退により骨格がむき出しになった状態を骨格化といい別の状態だが発火と混同されやすい。ありがとうございます。